元男の子のアフカノンと渡るです。今年最後の動画はぶっ込みますよ。2人の質問コーナー、イエーイ。最高です。はい、緑でやってみる。あ、何これ、分かった、うん、分かった、開けろください。闇鍋に見て、闇鍋っていう火付きそうやつですか。忘れちゃった。あんまり怒ったことないですっていうか、怒んないじゃん、そこまで。なんですけども、撮影が中断させられるんだ。喧嘩したことありますか？ありますね。あります。撮影の時で好意で出てくれてるから、言えないなと思ったけど。6個目の質問。一緒に行きたいところ。それっぱあるよ。何？どこ？ダム。分かってんね。分かってますね。その動画とか抜きだったら、うん、箱根とかいわゆる観光スポットってとこに、うん、ドライブがてらで行きたい。運転できるんだ。うちもだってゴールド免許ですよ。マジで、うん、俺ゴールドじゃない。買ったか。ペーパードライバーですけど、一回運転したことないよ、まともに。あ、やだやだ、死にたくない。栃木の、ああなるほどね。そう、地元じゃん、和田るの、うん、え、鬼怒川温泉とか行ったことある？鬼怒川温泉とか、ちっちゃい頃や。鬼怒川温泉の駅前にあるお土産屋さんの2階にある唐揚げ定食屋、世界で一番美味しいんじゃないかっていうぐらい私は好きです。名前忘れちゃった。めちゃめちゃ美味しいの。ご飯がね、なんだろう、甘いんだよね。栃木のお米ってうまくないみたいな。恥ずかしかったことは、私恐縮ながら中堅 YouTuber でも街歩いたら視聴者さんに声かけていただけるんですよ。すごい可愛い女の子に、カノンさん、いつも見てます、握手してください、写真撮ってくださいって言われて、おー、ありがとう、これからもよろしくねみたいな感じで、で最後別れる時にグリッてなってこけて、その人に助けられた。めっちゃ恥ずかしかった。最後しまんねえな。青木カノンっていうイメージを崩したくないわけですよ。やっぱ青木カノンって言ったら美しくて可愛くて綺麗で清楚で、そういうイメージがあるんですよ。わかる？足がグリッてこけたのがすごい恥ずかしかった。土の中に潜りたいと思った。穴があったら入りたいと思ってた。そちら、あ、はい、あ、穴があったら、あ、じゃあ今すぐうるさい、やめね、今すぐ穴があったら入りたいと思った。じゃあ次、僕とある会議のプレゼンで自分がこう発表する前の前に、うん、めちゃくちゃ緊張してトイレ行った、はあ、トイレ行って、うん、お願いしますって言われて、うん、挨拶して、うん、今回のテーマこれですって話した、うん、資料を1回ね、うん、見て、うん、目線を下にやった時にファスナーがっつるんですしかもピンクのボクサーパンツマジか。え、指摘されたのそれ、うん、親顔で喋りながらこうスッって言われた。でしかも何話すって教育系で社会の窓も閉めらんねえやつ。性教育、教育か、いや違う、教育語んなっていう感じで。教育語るな、語ったけど顔マジで真っ赤な。面白いんだよ、そのエピソードは。ガチで言うんだ。ガチで美味しいでしょ。いいでしょ、これ普通にそこら辺のお店をどうしてでしょ、でしょ、ほら、青木かの料理ベタ説あれですよ、払拭しましたよ。だってお肉もさ、これさ、サンキュッパでこんなにプリプリで柔らかいお肉食べれちゃうんだよね。次、びっくりしたこと。これ、まあ、青木かのさんのチャンネルに今年9月ぐらいから最初出たんです、うん、そうです。初めて出て、その出た数日後に、うん、自分の LINE の、まあ本当の友達から、うん、渡るみたいな感じで、なるほどね、LINE が来て、 YouTube ってこんな拡散力というか、いやー、視聴者さんのおかげだけどね。そうそうそう、うん、なんかおめでとうって連絡来て、みたいな、動画見てくれたの、かのんちゃん可愛いから登録してるって。あ、なかった、嬉しい。寝る前に見てる。その人男女？女性。うん、おいしい。それが本当にびっくりした。確かに偶然中の偶然だもんね。じゃあ青木かのんのびっくりしたこと、それはたった一つ、お父さんが YouTube に出てくれたこと。5年間絶縁してたんですよ、それまで。あ、そうなの？そうだよ、5年間本当に全然もう会ってもくれないし、家の周り歩くな、中に入ってきたらぶっ飛ばすぞみたいな感じで言われてたの。え、マジ？本当だよ、性別変えることに大反対だったから。父親の心理的には、うん、でも動画に出てくれたんですよ。
すごくない？ iPhone を親にプレゼントするって動画に出てくれて、それかお父さんその家で実家帰った時に会う時に、お前最近登録者伸びがなんか悪いからちょっともうちょっと頑張らないとダメだぞとか言って、いやグラフ見てんのか気持ち悪いなと思ってえ、あれって普通に誰でも見れるグラフとか？見れる見れる。お前今ランキングこんなんだぞ、お前大丈夫かみたいな、いやめっちゃ見てんじゃんって、てか私より見てんじゃねみたいな。でもよかったね。うんね、唯一無二のお父さん。それが一番びっくりしたことかな今年で。いいびっくりだった。いいびっくりです。じゃあちょっと場所交代する。今度は渡るがあれだよ、進行してください。司会進行、司会進行役です。はい、えか、何ですか見てさ俺内容さほとんど知んないからさ。あ、そっか私が選んでるんですよ質問内容。キーマンこれ言うの心のあれがさできてないよ。夜の営み。そんなの答えられないよ。ないです。ちょっと自分でも生々しすぎてちょっといい、やっぱ私のこのポリシー的に許さないんですよ。接し出ますとかなんか、いや私は出ないけど制してますとか、ちゃんとぶっちゃけることを前提に、これがモットーのチャンネルなんですよ、私のチャンネル。だから言います。1回だけあります。ちゃんと事実言いたいでしょ。でも1回って少ないんじゃない？わかんない。私がそもそも、そういうのあんまり得意じゃないっていうか、動画でも言ってるじゃん。そういう欲があんまりないから。でも俺もね、そんな、ないよ。だからジムでね、いっぱいこうやって筋トレ発散してんだからねそっちで発散毎日ジムに行ってるもんね。行けるよ。クリスマスのさ日さ、お仕事締め切りあって25日クリスマスの日は外出できなかったんですよ、だから予定入れなかったじゃん。ただ早めにその締め切りの仕事が終えたんで、よっしゃ夜の9時ぐらいから予定が空いたって思って、渡るに今どこにいるみたいな、そしたらジムにいるみたいなこと言ったから、まあ、クリスマスにもジムいるんだってまあ減ることなかったから、まあ、ごめんなさいね、ほんと。なので今こうやって楽しんでるわけです。普通にジム行って水曜日のダウンタウンを夜10時から見てました。クロちゃんの、クロちゃんの、クロちゃん会ったことあるよ。マジ？あ、あるよ。だってアナウンサーの時仕事一緒にしたもん。で、青木かのん振られました。マジで？うん。いや、番組がせば元男の子だからさ、いじりたがるんだよ。で、クロちゃん最初、私が元男と知らずに番組に来るっていう感じで、で、実は私元男の子なんですみたいな、どうですか私と付き合いますかって言ったら、クロちゃん、アイドルが好きだし、あ、好きだから無理だし、みたいな。あ、本当に？でも僕、アロマの資格持ってるから、性欲がある匂いを今から作るし、って言って。本当にシーンって言うんだ。忘れたけど、エロエロモードになれるアロマ作ってもらったんですけど、全然エロエロモードにならなくて。ああ、そうなんだ。買いだけど面白かったのが、ところどころ地声が出てんだよね。え、そうなの？うんうん、みたいな、うんうん、みたいな。あ、やっぱりこの人キャラなんだなと思って。あれ営業妨害3年前。だってもうみんな知ってるじゃん、あの地声出てんの。だってたまにテレビで放送されたし。ああ、そうなんだ。生であってもうテレビのまんま面白い。あ、才能だよね。そこで、もうあれは才能だったもん。すごいと思います。それは私たちがさ小学生の頃からさずっと売れっ子で分けてる、うん、そうだよね。すごいっす、尊敬です。10番ラストは、まあ、今年ももう終わるんで、うん、ね、おっさんかよ。来年の抱負発表します。来年の抱負、青木かのんがファンイベントを大きな会場でやることです。へえー、もし、やりたい。1000人以上のキャパでやりたい。今って何人ぐらいいるんだっけ？27万人ぐらい、弱ぐらい。うん、そっか、ファンイベントをやるって言ったら結構わかんないよ、10人ぐらいかもしれないよ。いるかもしれないから、まあ、もしそのイベントとかで、うん、機会が、きっかけがあったら、はぁ、あ、いや、そのイベントとかに出させてもらって。ん？あなたは？いや、わかんないわかんない。まあ最初観客でも何でもいいんだけど。私は別にいいけど、嫌じゃないの。なんか中にいるじゃん、あのリアルに行ってまではちょっと恥ずかしいからちょっと無理ですみたいな、
でもなんか自分がその映った動画とかに結構反響もらえるって今までにない経験で、それはね、そうだよ、嬉しいよね。その見てもらってる方とこう直接話したりとか、うん、なんかくだらないことでも何でもよくて、なんかどういう気持ちになるかなっていうのを、ああなるほどね、そう、試してみたい、試してみたいって言ったらね、うん、っていう思いは少しや、普段こうやってコメントしてくれてる人たちのリアルを見てみたいことで、その気持ちはすごいね、私も分かるんですよ、うん、いつもコメントしてくれてる方との名前と顔が一致するとすごいね、あの嬉しいんだよね、あ、いつもコメントしてくださってることだみたいな感じで、そういう、あってもいいよって思ってもらえる人が少しでもいたら話してみたい、いいと思います。マネージャーさんに聞いてみるね、ダルカンファンイベントゲストでいいかなみたいな、まあ、ただある意味だってもう準レギュラーみたいな感じだもんね、本チャンネル、まあ、月に数本出させてもらったから、ね、出させてもらってるっていうか、むしろ手伝ってもらってますからね、私の場合、誰がいなかったら撮れない動画いっぱい撮れてるから、なんだろう、いい意味でこう記録として残せるからさ、ああ、確かにそうだ、それがめっちゃいいなと思ってて、それがみんなが見れる私のデータフォルダっていう感じの感覚なんだよね、確かに、ちょっと綺麗事すぎたな、違うわ、再生回数がやっぱり欲しいからね、ブラックな動きが出てきた、もしそういう機会があったら、うん、ぜひ、あの椅子並べるとかでも全然やるよ、ケビン水買ってきてって言ってもいい、大丈夫、お湯持ってきてみたいな、いろいろあった年ではありましたね、まあ私で言えばそのいろいろ海外に行ったこともしたし、何よりその渡る君の動画を撮るようになったっていうことがめちゃめちゃでかかったかなと思います。私は YouTube に育てられてる人間ですから、基本スタンスは変えずに一人の動画も頑張るし、渡る君との動画も出せる範囲で出していきます、もういげつないね、ところで出せないからね、私たちもね、中ではね、わかりますよね、それはね、はい、という感じでございます、うん、2019年も、我々を応援してくださった皆様、本当にありがとうございました、ありがとうございます、また来年も引き続きよろしくお願いします、よろしくお願いします。もし2019年の動画が少しでも楽しんでいただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらも、フォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。